はい、どうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラインの方やっていきたいと思います。ということで皆さんお元気でしょうかね。はい、ということで、8大はですね、もうすぐ、ゆるキャンとコラボがまた始まりますけれどもですね、まあそれに伴いちょっとね、なんかあの情報修正みたいなのが来てるんで、ちょっとそれね、あの今日は見ていこうかなと思います。はい、8月のシンデレラナイン。はい、で2つ来てるんですけど、1個がまあ、ゆるキャンに関することで、もう1つの方は、まあ、全然関係ない8内の、ことですね。はい、ということでじゃあ、まずはじゃあ、普通の何でもない方から見ていこうか。はい、ということで、試合における盗塁成功率や盗塁阻止率のバランスの調整についてっていうのが来ております。はい、これね、攻撃チームの走者の走力とポテンシャル度胸が、盗塁の成功可否に与える影響を情報修正ということで、まあちょっと難しい書き方してますけど、まあなんか盗塁しやすくなったっていう風に捉えていいんかな成功しやすくなったっていうことですかね。うん、で、もう一個ありまして、守備チームの、保守の守備が盗塁の成功可否に与える影響を情報修正と。なので、まあ、守備が高ければ高いほど盗塁阻止しやすいよっていう感じですね。っていうのがまず来ておりますと。盗塁に関することですね。うん、ちょっとこれで思ったんやけど、なんかその走者の方も上げたしキャッチャーの方も上げてるんで、なんか結果一緒みたいな結果あんま変わりませんみたいな、なんかそんな感じになりそうな気がしてるんですよね、勝手に。うん、でもまあ一応ね、あの暁もそんな何も考えてないわけじゃないと思うんで、まあさすがになんか意味はあるのかなと。まあちょっとこれは実際いろいろやってみないと分かんないところなんですけどなんかこれだけ見ると、あの両方上げてるから結局何も変わってないみたいな、なんかそんな気がしてる僕は。うん、なんかそう感じてしまいました。はい、っていうのが来ております。まあなんか UR 竹富が盗塁系のやつやったんで、まあなんかそれ出したしちょっといじっとくかみたいな感じなんでしょうかね。うん、っていう感じでございます。でちなみに盗塁は走者の走力やポテンシャル、盗塁度胸が高いほど成功しやすく、また捕手の守備やポテンシャル、肩が高いほど阻止できる可能性が高くなりますと。で、バランス調整については今後も状況を見て、なんか実施する可能性があるので、まあ、あらかじめご了承くださいということで、まあそれは全然ね、ゲームが良くなるなら全然いいんじゃないかなと思っておりますということで、まあ、まずはなんか盗塁に関するやつが来ておりましたのでちょっと紹介しておきました。まあ僕的にはなんか別に気にしなくていいかなっていうか、そんなに変わらないと思ってます。はい、じゃあ次見ていきましょう。こっちですね。はい、なでしこについてなんですけど、スキルの発動条件が変わりました。はい、っていうので、なでしこ、あの2つのシーンありましたよね。 SSR のシーンと、あれノーマルやったっけ、レアやったっけ、どっちか忘れたけど、あのこっちの方ですね。はい、誰でもゲットできる方、うん、この2種類があったと思うんですけど、両方ですね、あの発動条件が変わっております。ちょっと見ていくと、まあ投球時先発の時なんですよね、両方、普通のこういうスキルもひまわりスキルも、うん、これが調整後、はい、これですね、全てのシーンの、全てのスキルが、投球時だけになりました。うん、なので先発の時っていうのが外れました。うん、これはどういう意味か分かりますか皆さん。うん、ちょっと僕いろいろ考えたんですけど、これちょっとなでしこさ UR で来るんじゃねっていう、来そうじゃねね、みんな UR なでしこ来て、しかも中継ぎの可能性もあるんじゃないかなっていう、中継ぎ運用できるようになるんじゃないかなっていう、なんかそんな気がしてます。はい、っていうのが、まあその11月1日からのゆるキャンコラボで来るんで、それに伴ってなでしこの情報を、修正したんじゃないかなっていう、なんか僕の考え、てかみんなそう思うと思ううん、この先発の時っていうのを外してる時点で、まあなんか UR 中継ぎで運用できる、まあなでしこかな、やっぱり、うん、が来るのかなっていった感じですね。まあでもゆるキャンって別に野球の漫画じゃないんで、あの誰が投手になってもいいわけですよ。なのでなんか次の来るシーンは全員ポジション変えて来ても別におかしくないわけですよね。なのでまあ誰かしらの UR ピッチャーが、まあ中継ぎ運用もできるようになって登場するんじゃないかなと思っておりますと、うん、だから先発外してるんじゃないかなっていう、はい、そういう感じでございます。
っていうだけ、うん、なんかいろいろ書いてるけど結局この、投球時先発の時っていうのが全部、先発の時だけが外れたっていうね、投球時だけになりましたよっていうだけ、うん、でございます。はい、これですね。いや、なんかこのシーン久々に見たよな、最近見てなかったんで。で、ちなみにね、ほかほかキャンプ飯のひまわりスキルが投球時自身の球速コントロールが急激に上昇し、スタミナが超絶に上昇すると、まあよくあるやつですね。うん、まあなかなかいいと思います。はい、なのでこれをね、なんかつけれたら結構強いんじゃないと思ってます。はい、でまあコラボの UR で言うと、ハルヒがね、あのいきなりあの UR で登場してるんで、まあ、全然もうゆるキャンなんてね結構やってますんで、ありえるんじゃないかなと思っております。はい、まあなんか11月にちょっとデカめのコラボ持ってきましたね。うん、でこれでまた、何さ使わせて、次12月ですね、クリスマスとかもありますし、次あの年末年始もあるんで、まあちょっと難しいところですよね、ナインスターの使いどころで、このハロウィンのさ選手も結構ね、可愛いんで引いた人もいると思いますし、うん、なかなかね、ナインスター使うとこ難しいですね。うん、ということで、まあそんな感じでございます。はいはい、ということで、まあ盗塁系のお話と、なでしこの、スキルの発動条件が変わったよっていうお話でございました。まあ皆さん、あの頭に入れといてください。はい、8月のシンデレランナイン。はい、じゃあね、最後あのおはがちゃして終わろうかなと思います。8ライプリンセススカウト、未だに両方持ってません。うん、で両方結構可愛いんで、なんかどっちか1枚だけでもゲットできたら嬉しいなと思ってます。ということでいきましょう。ほい、まあ、やっぱ竹富狙うか。いきます、竹富お願いします、来い、待って、頼む、ちょっと待って、あー演出なし、お願いします、来い、あー長いちゃん、はいはい、ダメでした。はい、という感じで、11月1日からゆるキャンコラボ始まりますんで、皆さんね、また楽しんでいきましょう。また動画もね、バンバン出していきますんで、ぜひ見てくれたら嬉しいです。ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイートもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、ちつみなみすいさんのチョスでした。バイバーイ。